国は三好あたりに住まいをいたす伊能右左衛門が一子にして伊能平太郎と申す者にて候。またこれなる者は同じく故郷は不能の裏にして江戸にあっては大関まで上り詰めた三井権八と申す関取にて候。あてもこの旅あれなる日向山にて悪者が対応を行い呪いの岩へと札を立ちしが厚き皆好きと立ちしが何とてをこらぬ早たまわたまでお向いかとなってそろう不当ひぐま山を眺めるに六の脇を通り雨降り来たなればこれよりは家にお刺しお回しを詰めばやぞと思うなりお急ぎなされ候ろこれへのして候ろ、はい霧立ち米市ヒグマの山の呪いの岩へと札を立て怪しき煙を匂うとや今宵も死の刻ともなりたれば人を呪うはもののけのThank you.
ヒグマ山に住まいをいたす猫又と申す者にて候。人をたぶらかし一夜夜惑わせし者なるがその度風の頼りに及びてそれば陽平太郎なる者作物語を行いてそれば旅の女性へと身を変えて平太郎が館へ空がらずと思うなり、このうちにお願い申してそろ夜も更けたる真夜中に我が館へ訪れ来たりしは一体何をにて参られそろや。
これはこれは難儀の様子忍ばれ候。これなる三好の夜道は聞くぞ恐ろしいもののけの道。伊藤恐ろしきことなれば今宵は一夜の宿御家臣をさん。これはありがたしまったいなし。
ゴンパチ、やぬかるでないの。
太郎左衛門なるか。はい、我こそは伊能平太郎、朝光井権八と申す者なり。我百物語を行い、あまた者の家現れたるも、それらによくすることはなせ。よって暗示もこのところにおいて退けてくれ。いや、覚悟いたし、それや。よこさくらおんす。なんと、なんじごたくにやすやす受け取らるるもなにあらず。なんと、ありくれまでに、あずまたの人間をたぶらかしたなれば、なんと、よいなんじろのそのいちになるがゆえ、なんと、あれとともに、おむないたすや。あれ立ち合え、おーらー、さあ、そこーはーい、Hey!
よくぞ耐えられしそう。いやいかにも。これは最後に我が腕章を表してくれる。あんたは我こそは三千世界の魔王三魔とおローゼーモンだれ。
手まで亡き者にて候。うん。あれと、あれの魔王の類に、うん。真の悪五郎と申す魔王あり。あんと、もの、いずれな自我や方に来るがゆえ、おう。我と共に、うん。その悪五郎を成敗たすべし、おう。この時、うん。我を呼び出す。これなる小づちを、何時に授けよう。よっ。ことにて候、魔王現れいでし、これなる小槌を授かりたなれば、我日頃より新人いたす太宰神社へと参拝いたし、献上なつかまつら。